皆様、こんにちは。ことの始まりの青い方、青いです。よろしくお願いします。こんにちは。ことの始まりの赤い方、赤根です。よろしくお願いします。早速ですが、まずは前回からの経過を見てみましょう。さて、あっという間に令和2年の5月です。ゴールデンウィークだー。お姉ちゃん休んでばっかじゃない。まあそれはそうと、このように町が育ちました。ちゃんと投資は成功してきてるんだね。各路線の利用者数も伸びてきたので、車両も装備増強しました。まずは明徳線、今まで1編成のみの所属で3時間に1本だったのが、なんと2本装備して1時間に1本の頻度になりました。おお、大装備。さらに明暦線も利用者が増えてきたので、前まで90分に1本2両編成の HK100 型が来ていたのを DX2000 系に置き換え、この子たちはどうなるの？ボスシュートです。なんちゃって、またまたちゃんと使うで。もうびっくりした。この子たちはというと、残る超特戦の装備者になります。そして、レン、ケツ、4両編成になった。これで、混雑も緩和して、もっと伸びしろが出てきたで。やったね。これで貧乏を脱却だ。
皆様からいただいたコメントを一部ご紹介させていただいたり、またはテプルスの至らないところを懺悔するコーナーです。今回はコメントを紹介させていただきます。前回ミラのコメントより、安全測定の容疑は路線と車両の保安装置によって決まるとの情報をいただきました。コメントありがとうございます。改めて確認したところ、 DX2000 系は CSATC と APO 装備です。ATC があるので信号を連動させれば安全測定がなくても大丈夫かなという感じです。ただしこれは DX2000 だけならという話。 DB51 も同じ線路を使ってるからですね。というわけで今度線では安全測定がついているべきとの判断になりました。コメントありがとうございました。これからもよろしくお願いします。最初からテクニスがそういうのを理解してればよかったんだけどね。では懺悔のコーナーは以上です。で、葵ちゃん結論が出たかな。やっぱり山かな。100億以上がかかるとなると相当ネックだし、ならできるだけ安い方が、それに輸入になってしまうのもどうかと思うし、実はうちも同じ意見やったけど、
というわけで、また少し放置しました。背の高い建物も徐々に増えてきてますね。比較するとこんな感じ。そんなにわからんな。でも住民の数は増えました。半年と少しで1万人の増え幅です。順調やな。せやけどこのまま続けてたら何年かかるかわからへんので、本シリーズの打ち切りが決定しました。え、ちょっと私よく聞こえなかった。このシリーズは打ち切りやって、もともと企画3秒作成1日のクオリティやったからな。このシリーズもエターナルのか。あ、大丈夫、それだけは回避できるよ。次回最終回で全て終わらせることになったから。え、何、隕石でも降らせるの？それは別のゲームや。ソードマピーター山都市記最終回になるみたいやで。